ウェニガー・ワイル・ロースト・アンデレ、ローズマリー・トロッケルは、ドイツのコンセプチュアルアーティスト。絵画、彫刻、ビデオアート、インスタレーション、ミクストメディアの諸分野で活躍する。1985年以降、変記を使った作品を制作し続けている。デュッセルドルフ美術アカデミーの教授も務める。1952年11月13日。 西ドイツのルトラインフェストファーレン州シュベールテに生まれる。1974年から1978年、ケルンのケルナーワークシャランで人類学、数学、社会学、進学を学ぶ。この時期、ヨーゼフボイスの強い影響を受ける。1980年代初頭、ジリゲオルグ・ドコピルト・ワルター・ドンが設立した芸術家集団、ムールハイマー・フライハイトの一員となり、 ケルンのモニカ SPRTH の女性限定ギャラリーで展覧会を開く。1985年、トロッケルは工業用編機で巨大な絵画を制作し始める。幾何学的なモチーフ、あるいはプレイボーイのバニーやマと土のようなロゴが特徴でメイドインウエスト・ジャーマニーという商標をつけた。また1980年代は女性芸術家の作品に焦点を当てた。 オーデコロン氏のためにも働いた1994年、フランクフルトの天使像を制作。1990年代後半からは、粘土にも取り組み、手編み、機械編みの編み物絵画の制作も引き続きいった。これらの作品の一部は2005年、ルートビヒ美術館などで開催された、回顧展、ポストメノパウセに出品された。この展覧会の題名は、女性芸術家は、 人生の後期にならないと評価されないという意味らしい。2011年、ウルフ賞芸術部門を受賞。2012年、ニューヨークのニューミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アートで、トロッケルの大回顧展、ローズマリー・トロックル、A コスモスが催された。トロッケルの作品は、既成のアーティストや芸術スタイルを批評していることが多い。ありがとうございます。